おはようございます。今日は2011年の11月11日、ここは東京駅です。これから北陸新幹線の一番速い列車輝き号に乗って長野まで向かいます。今回は長野志賀高原の旅です。前回訪れました湯田中温泉にもう一度向かいます。しかし行くところは前回とはいろいろ変わっています。さて、乗る新幹線の座席ですが、普通車グリーン車ともに混んでいたので、じゃあ密を避けがてら久しぶりにと今回はグランクラスを利用しました。グランクラスは基本的に GoTo キャンペーンの対象となるようなツアーをあんまり売っていないということもありまして空いているわけです。私も今回は GoTo キャンペーンを使わないで行きましたので、まあそれだったらばこれで乗っても別にそんなに損したことにはならないだろう、まあちょうどいいかと思いました。大宮の駅を出発してもう次の駅が長野です。北陸新幹線、上越新幹線からでも冬のよく晴れた時期などは特に富士山をこのように見ることができます。だいたい午前中がいいですね。進行方向の左手に見えるので見逃さないようにしてください。また右手にもいろんな山が見えてきます。あれは栃木県の方にあります日光の南大山ですかね。それから手前にあるこれは多分赤城山でいいかと思います。上毛三山の一つです。さらに高崎の駅を過ぎると左手前方春名山、その左手群馬にいろいろある山の中で私が一番好きなのはちょっとデコボコした形が特徴的な妙義山です。浅間山もこの辺で見えるんですが、ここには映ってないのかな。多分曇っちゃってるんでしょうね。群馬県までは西高東低冬型の気圧配置、関東地方冬場特有のよく晴れた天気が続いていますが、これから薄い峠を越えて長野県に入るところではおそらくどんぐりの天気に変わっているんじゃないかと思います。まもなく軽井沢、薄い峠を越えました。ほらやっぱりそうだった。大体そうなんですよね。もう見てみてね、わかるんですけども、あの富士山とかあの辺りが見える一帯のところを走っていて浅間山が見えてこない時には大抵薄い峠を越えたその先はこのような天気になっています。11月の11日、まだ雪はちょっとだけ積もっているのが見えましたけれども、まあ、どちらかというと紅葉が終わったという感じ。東京周辺ではまだ全く紅葉という雰囲気はありませんが、こちら側に来るともうすでに終わっています。すごいですよね。季節がなんか2段階ぐらい進んじゃったような感じです。これから向かう志賀高原はまあ晩秋という感じだと思います。本当は秋の時期すぐに動画を皆さんにご覧に入れたかったんですが、ちょっとそれは過ぎてしまいましたけれども、軽井沢のあたり一番標高が高く少しずつ降りてきまして、それからしばらくするとまあ割と秋っぽい景色になります。もうすぐ列車は佐久平の周辺を通過。これが佐久平の駅です。佐久平というだけありまして、このように平野部、天気もかなり良くなっています。山がちなところは全部雲がかかっていて天候が悪い。日本海からの空気が湿り気を持ってきてあんな風になるんですかね。これは多分北アルプスじゃないかな。進行方向の右手前方、間違えたら申し訳ないんですけども、この辺は山もいい感じに色づいていて、まさに秋の鉄道の旅という感じがします。さあ列車が到着しました。ここが長野駅。長野から電車で乗り換えて志賀高原の玄関の駅、湯田中駅までは特急電車でおよそ1時間かからない、だいたいそれぐらいですかね。北陸新幹線の輝きは金沢までお客さんをたっぷり乗せて走り去っていきました。乗り換える電車がこれです。もともと小田急電鉄で活躍していました、今は長野電鉄の特急湯けむり、もともとのロマンスカーです。ちょっと古めかしい見た目にも見えますが、しかし車体としてはまだまだ新しく、乗り心地も良く、さらに景色は最高です。わざわざこれに乗るためにやってくる鉄道マニアの人たちもいっぱいいるほどです。時間を調べてぜひ乗りに行ってみてほしいと思います。このように展望席がついていて特別な追加料金などはいらず乗ることができます。ただ特急料金のプラス100円だけを払えばいいということになっています。駅を通過するところでもこんな感じ、運転手さんのような気分が味わえます。さて今回は長野電鉄さんの取材を兼ねてこのような旅行をしているわけなんですけども、途中の小布施駅によりまして、そこで超素晴らしい紅葉を見ました。この時期が一番やっぱり良かったんですかね。ここも結構寒いところです。まあ、少なくとも東京と比べればだいぶ寒く、こういう風にですねいい感じに街が色づいていました。あ、こんなに綺麗だったのか。一回真冬に行ったことありますけれど、この時期の方が良かったですね。栗もたくさん落ちていて、ちょっとうおーって音がねかすかにこの映像に入っての気づくかどうかってところなんですが、
このすぐ近くに栗のお菓子を作っている工場もあって、町全体から栗の香りがしましたね。小布施は栗の町として有名です。これはスーツ交通チャンネルの方でも宣伝といいますか、皆さんに紹介何度もしているものなんですけども、この小布施を本拠地としてやっているどら焼き山というどら焼きを売ってるお店があるんですが、筑風堂というのかな、ここのどら焼き、栗のどら焼きめちゃくちゃ美味しいので、ぜひ長野に行かれた時には食べてみてください。その後普通電車、もともと東京の地下鉄日比谷線で活躍していた電車に乗って終点の湯田中駅を目指しました。終点の湯田中が近づくにつれ、これまで良かった雰囲気はもっと良くなってきます。線路沿いに赤いつぶつぶが実っているのが分かります。長野県はリンゴの産地として有名、全国で2番目の出荷量があるそうです。また急な坂道を登っているということも画面の傾きでお気づきいただけるかと思います。列車が湯田中へ向けて急な坂道をひたすら登り続けているのです。まるで登山電車のような雰囲気です。志賀高原、今着きましたのは湯田中の駅です。いろんな景色が見られるんで面白いですね。雪が積もっている真冬の景色もあれば、ちょうど見頃の秋の装いの山もあります。高い山を見に来るとこういう風な体験ができるんですね。今回は長野電鉄さんといろいろ動画を作らせていただきまして、100周年の記念ということでね、いろいろお手伝いもいただいたんですけども、面白いものができたかと思います。そしてこれから寄るところですが、この間ですね、招待していただいてこの清風荘さんを紹介しました。でおかげさまでね、清風荘すごいいいホテル、いい旅館なんですけど、お客さんいっぱいなんか増えてるらしいんですよ。もう毎回ってか、もうなんか3回ぐらいね、清風荘の方からね、お客さん増えてますよって話いただきました。でそんなところで今度はね、こっちに泊まるんですよ。そんなことが許されるのかと思うんですが、本日はこっちの椿野さん、別のですね、湯田中温泉の中の新湯田中地区にあります、温泉ホテルに泊まります。しかし本当にいい眺めだよな。ここゴミ捨て場らしいんですけど、これほど景色のいいゴミ捨て場もなかなかありませんよ。すぐ近くにある別のホテル泊まるとかね、なんか角が立つんじゃないかなと思ったら、少なくともこの清風荘さんに、ね、伺った話では、この辺りの地区の旅館みんな仲がいいそうで、みんなで湯田中盛り上げていきましょうね、そういう風にね、やられてるそうですよ。やっぱパッと外から、ね、見るだけではわからない世界があるもんですね。本当にその前回泊まったところのすぐ近くでしたわ。ここですね、ホテル椿野さん、立派な玄関だ。よしよし、早速入りますと目立つところにアルコールの消毒と、あと貸し出し用の傘があるんですけど、消毒済みです。こっちは使用済み。かなりしっかりとした感染対策をしてますね。これは後で撮ってるシーンなんですが、ここの社長さんに伺ったんですよ。これどうしてこういう風な作りなんですか。でそしたらば、ここって、前話したかもしれないですけど、遊郭とかもともとそういうのが並んでいたエリアだったらしく、もう相当大昔の話ですけどね、その明治時代とかそれぐらいの頃に作られた、建物の特徴をですね、ここに再現しているんだそうです。入り口がまずこんな感じだったそうです。そして天井がこのようにぐるっと取り囲むような形であると。この間の清風荘さんね、見られた方は分かると思うんですけど、ような、丸い四角いというか取り囲む作りを再現してるんですね。で5階建てで、私の部屋は4階なんですけども、なんかいい匂いがするなと思ったら、こういうおしゃれなやつが置いてあるわ。ここの角部屋ルーム409です。花椿こうですね。さっき実はね、もう一旦入ったんですけども、こういう感じの、もう普通に洋室、逆にね、こういうところでは珍しいんじゃないかというぐらいのバッチリな洋風です。これはスタンダードジャパニーズスタイルって書いて、これが和室で、僕ね、泊まってるのはこれですね。プレミアムコーナーツイン、下も靴で入る感じですからね、完全に温泉ホテルだ。和室主体らしくて、洋室ってのは本当にここの中では一部らしいんですが、実は今日結構ね、混んでて、洋室が空いてるってことだったんで洋室にさせていただいたんですけど、で部屋からの景色が素晴らしいわけですが、これ天気の影響を強く受けるんじゃないかと思うんですけどね、今日はこういう天気ですんで、なかなか高い建物のないところで4階もの高さからですね、外の景色を見るとこういう風になるわけですね。これは焼けびたい山という山だそうです。正直私は今初めて知りましたけれど、なんかここはね、西部系の資本がいっぱい入っているとか、そんな話ですね。さて今ちょうどね、お風呂に誰もいないらしいんですよ。
で、フロに行くにあたっていろいろこういう説明書きがあるんです。もともとはなんか全部フロントで説明してたらしいんですけど、しかし感染対策の関係で今は全部これを渡すことになって、むしろなんか僕はこれの方が分かりやすいと思いますけどね。でね、ここのコロナ対策はもうガチですよ。もうやってる感があるとか、なんかそういうんじゃなくて本気でやってるんだなと思うんですけど、これがですね、2つあったわ、1個でいいんですが、こういう大きな、ね、袋をくれるんで、これを持ってタオル持っていけばいいな。風呂行くまでの廊下の眺めももう抜群だよな。普通に街中なのにこんないい景色があって、そこで温泉が湧いてて食べ物もうまいんですから言うことありませんよね。多分この辺りはスキーシーズンとかでない限り高齢の方が多いのかなと思いますんで、ちゃんとやっとかないとね、もし感染させたら大変なことになるかもしれない。撮影許可はいただいております。そして誰も入っておられません。すごいわ、本当にすごいね。ここもアルコール消毒液を2個ずつ設置して、ドライヤーはないけれど部屋のやつを使ってください。これまでこんな千鳥配置になってる。もともとは全部入ってたんでしょうけど、それを半分にしたんですね。で、もらったビニール袋はこうやって使うんですよ。こうすることで、脱衣所らへんからもうマスクをしなくなるじゃないですか。で、その時に他のお客さんが来た時の飛沫とかがここにつくと、服がもしかしたらということで、それ用に飛沫バリアで大きな袋をくれてるんです。すごいですね。今まで行った中でもう本当ダントツの徹底ぶりだ。これがね、お風呂場なんですけども、やっぱお風呂は曇っちゃうから取りづらいんですけどね。はい、今度は露天風呂ですけどもね、素晴らしい具合じゃないですか。こっちの方がなみなみと入ってんな。陶芸露天風呂だって書いてありましたよ。確かに陶芸だ。源泉かけ流しですね。成分びっちりついてます。おお、寒寒。秋風っていう、いやもう冬の風だなこりゃ。よいしょしょ。おお、いいわ。これぬるめのお湯が好きなんですけど、結構ぬるいんで、これ長くいられますね。でもね、お隣にもっとすごそうなのがある。さっき入られてたおじさんからね、いやこっちもいいよってそう教わったんですよ。あ、これはいいわ。いいじゃないですか。お湯加減はいかがかな。こっちの方がちょっとあったかいですね。夕暮れの北信濃の体でじっくりと味わえます。この寒さが信州って感じでいいですね。どうしても宇宙の方は曇ってしまうんですけども、ちょっと拭いてみるか。立派な景色のところに案内があります。北辰五岳っていうんですね。飯綱、戸隠、黒姫、妙高、マダラオ、全部聞いたことのある名前ばかりです。ここの感染対策がもうあまりにも優れてるんで、また社長にですね、ここ本当すごいですねって言ったら、奥の方をお見せしましょうかって見せていただいたんですけど、こんな秘密の部屋に入れていただけるんですけども、これ取っていいらしいんですよ。リネン類の洗濯とか、それが終わったものをまとめて、それぞれのお部屋に持っていったり、お部屋から引き上げてきたものをここに置いたりとするようなですね、スペースみたいで、だから私も迂闊に物に近づいたりとかしてね、僕の声でこう飛沫かかっちゃったりとかしたらあれだから、遠くから撮るわけですけども。で、一番気になったのはね、これなんですけど、さっき説明していただいたんですが、大きな機械があって、で、危険って書いてあるんですよ。オゾン消臭中。皆さんオゾンってわかりますか？地球にもね、オゾン層というのがあって、それが紫外線を防いでくれるということなんですが、実はオゾンには他にもですね、強い殺菌性と、それから強い消臭性、さらに、それなりに強い毒性があるということでして、で、それを使えば強力に部屋の殺菌などをすることができる。もちろんウイルスもですね、殺せるのだそうです。
でお客さんが帰った後にこの機械3台あってなんか1個ね25万とかするらしいんですけど、それをそれぞれの部屋のところへ持ってって、で外には多分オゾンが行かないようにその部屋を開け放って、それでオゾンをブワーッとこう部屋の中でブー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 ってやるらしいんですね。でクローゼットの中とかも開けとくと、それが隅から隅までですねオゾンが行き渡ってその部屋を殺菌し、例えばこういったところ、エアコンの中のフィルターのね消臭とか、それからまあやはりここも殺菌、ウイルスを殺すということをしてですね、そして、次のお客さんにかなり安全に過ごしてもらうことができるのだそうです。これ3つで75万、すごい投資ですよね。でただ毒性があるから、毒性というかちょっといろいろ危ないことがあるらしくて、下手をするともうコロナよりも圧倒的にオゾンの方が危険なんじゃないかというような話も、ね、さっきされてました。だからこそ十分なですね換気とかは終わった後にもまた30分間ぐらい放っておいて、それで換気をするとかね、15分ぐらいなんかオゾンそのものを発生させるという話だったかなという、かなりのですね注意深い取り扱いをして、もちろん私たちには一切の危険がないようにしてくれているというわけです。それからここにも3つのバスケットがありますけど、これはですねお部屋に持っていくお茶セット、もともとはラウンジという場所があって、そこでみんなお茶飲んだりとかできるというはずだったらしいんですけども、これは部屋のところでですねこういうバスケットを持って担当の方がね行かれて、でそれでこれをこう置いていくということをすれば、ラウンジとかでみんなで集まらなくてもお茶楽しみますねということなんですが、これあれですね、イオンのカゴだな。確かイオンのカゴって買えるんですよね。なるほどね。それで単純にカゴとして安いから使うっていう裏技があったか。コロナの対策を見せてもらうために入れさせていただいたこの部屋なんですけど、なんかいろいろ他にもいろんな裏技を発明してるみたいですね、これを見るに。で行ったらね、厨房まで見せていただきました。すごい綺麗なとこですね。床もめちゃくちゃ綺麗だわ。僕もだからもう下手に動けない、当たり前なんですけど、もちろんコロナ対策っていう概念はあるんでしょうけど、やっぱりねおっしゃってました、それ以前にすでに食事を作る場所ですから、元から綺麗にしてますよね。そりゃそうだな。お食事どんなのが出てくるか楽しみにしていきましょうね。楽しみなのが出てきたな。すごいですねこれ。これを今日出していただけるんですか。これそうです、はい。今日召し上がられる、はい、いやありがとうございます。このプレミアム、じゃあ楽しみにしていきます。ありがとうございます。元からかなり対策してそうですもんね。コロナとか関係なく自動扉ですよ。乱れに触れないようにっていう仕組みになってるんでしょう。コロナ対策用料理出しの注意点と片付け手順、お客様の料理を準備する前に消毒して、部屋でも消毒して、お皿をまた持ってきたら消毒して、すごいですね。でさらに夕食が終わった後食器を片付けて、でそうか、お客さんの、テーブルとかを消毒すると、でまた翌朝の朝食セットになるんですね。扉トイレも最後にある、これすごいですよね。あとねこういう風に手順を一個一個書いて貼っといてくれるっていうのがすごいありがたいわ。こういう風にやっとくと従業員としても働きやすいし忘れないですよね。僕もアルバイトとかいろいろやってましたんで、すぐ忘れちゃってね怒られたりとかするんですけど、もうメモばっかりしてたんですが、こういう風に自分でも丸一何する、丸二何するメモを作ってやってましたよ。これ働きやすい職場だと思うわ。いろいろ見て回ってきて部屋に戻ってきましたけど、もうこれまだね部屋全部紹介しないんですよ。トイレがこんな風にあって、脇にストーブまであるな。これ多分ってか、空き家がバリアフリー対応の部屋ですよね。でそれでこの部屋にもこの部屋用の風呂と、この部屋用のシャワーもあるわ。別にあんな立派な風呂があるから僕はあっちでいいと思いますけど、なんかこれもさっき社長から聞いたんですけど、なんでも今度隣の和室とつなげてすごいでかい部屋になるって言ってましたよ。これでも十分大きいですけどね。これご覧に入れましたっけ、このマッサージチェアもあります。夕飯は早くていいでしょ、6時からだそうです。僕は6時半からでお願いしますって言いました。別に6時でもよかったんですけど、マッサージチェアいいですね、僕好きなんですよ。足が今日は疲れた、これいいのか。おお、このさっきから話しているその社長さんのお名前はですね、湯本さんという方なんですけど、すごいですよね。これはやっぱ関係あるわけですかとお聞きしたらば、やっぱここ歴史が千何百年かあるところですんで、すごい湯本さんっていう名前の方がね多いらしいんですよ。でここの旅館の名前は昔湯本旅館だったらしくて、で4軒とか昔この湯田中だけで湯本旅館があったらしいんですけど、現在はさすがに名前を変えたりとかして紛らわしいんでね、で一箇所になっていると。面白いですよね。もう大昔からお湯と関わりを持っていた人たちがここには今でもたくさん住まれているというわけです。もうお湯一族ですよ。
あとは旅館、まあ、ここはホテルですけれども、旅館といえばですね、お菓子ですが、ここはピーカンナッツ和風って書いてある、こういうやつなんですけど、これはね、ピーナッツのチョコレートがけですね。よし、それじゃあ夕飯だ。この格好で行って問題ないでしょう。いや、絶対ないよね。夕飯会場はここです。この立派な生け花だ。こんな個室のところを用意してもらって、個室がもしくは仕切ったお食事どころということでしたけどね。これとですね、あと飲み物があって、ノンアルコールカクテルがあります。あ、そうですか。これはなんか名前を忘れちゃったけど、リンゴとそれからジンジャーエールのカクテルだそうですね。このマスクケースですね。あと、まあ、お手拭きもまた持ってきていただいたんですけど、先に開けちゃおうかな。お椀も届きました。お、すごいな、これ随分大きいですね。まさに秋の味覚という感じです。前来た時は冬から春でしたからね。出てくるものもちょっと違うな。下に入ってんのは湯葉ですかね。これ書いてありますよ、これ。あ、エビの湯葉巻きだそうですが、ただの湯葉じゃなくて中にエビがいるそうです。知ってる方多いと思うんですけど、僕キノコが好きなんですよ。特に椎茸が好きなんですけど、すごいよね、これ。うん、これ一つにも丁寧に味付けたんだなって感じの味がする。これ中のエビも多分なんか同じ白だから、たっぷりエビが入ってるのは見た目わからんんですけど、もうおこれ湯葉ももちろん存在感なんですけど、ほぼエビじゃないですか。実はね、あのちょうど今ここにですね、ついさっき言ったかたった今まで、あの向こうの清風荘の大関さんがですね、いらしてですね、いやもうこの間もお客さんいっぱい来てくれましたよみたいな話とか聞かせていただいたんですけど、なんか僕が紹介したんで、旅館になんか70人とか80人ぐらいが通算でお客さんが来てて、その効果が長期持続的でじわじわ来ると。だからまだまだ今後も増えるんじゃないかなっていうことでした。しかもあのそう何も言わないで泊まってる人も多いだろうからってことですね。そんないっぱい来るんですね。すごいですね。実は僕昨日丹沢の大山、神奈川県に行ってですね、そこで豆腐料理めっちゃ食べてたんですけど、湯葉に、これもお豆腐だな。これはね、でもね、栗豆腐。もう料理がまだ未だに昨日豆腐食べまくったのにまだ被ってない。もうゆり根って結構好きなんですよ。あ、すごい。いや、ありがとうございます。はい。毎回長野に来るたんびに行ってる気がしますけど、海こそなけれ物騒にという、あの海以外は何でもありますよと昔のね長野県の歌で あるんですけども、海のものも余裕で揃いますからね。今なんかもう北陸新幹線ですぐですよ。まあ北陸新幹線では届いてないと思いますけど、これですね、今ですね湧いております。これは釜飯、炊けるまでに25分だそうですが、部屋の中で炊くってのは面白いですね。これはね、ちまきですよ。ちまきこうすんでね。なんかまたこれも秋のちまきだ。日常の食事で正直もはや季節を感じるってことはなくなりましたけど、旅館に行くとなんか失われた昔の食文化みたいなのを体験できる気がするな。昔のお客様を迎える文化がなんかそのまま残ってますもんね。これはね、舞茸の笹寿司ってちまきじゃないわ、すいません。こういう山のものでお寿司を作るのがなんか長野県っぽいですね。もともとは保存食の一形態なわけですから。これはリンゴだ。リンゴはもうなってるものはなってるんですね。今日の持ってきた電車でもね、うん、ずいぶん赤くなってましたから、今収穫の時期なのかな。リンゴと海月って書いてある。刺身クラゲの砂も。このノンアルコールカクテルなんですが、ジンジャーエールがちゃんとジンジャーの味がしますわ。だから多分混ぜて飲んだ方がいいんじゃないですか。ジンジャーエールって有名なカナダドライとかコカ・コーラのやつあるけど、生姜は全く入ってないそうです。これは入ってるわ。ホタテ貝やエビやお刺身は長野の名物ではありませんが、わさびはこの県を代表する名物の一つですね。なんかテレビ番組見てるみたいだ。でもテレビほど爪が良くなくて、ちょピントがずれてたな。これいいや。うまいわさびは辛くても美味しいわ。僕基本わさびつけないんですけどね。長野に来たらわさびをたっぷり使わないと損した気になりますよ。丁寧にすりおろした美味しいわさびね。これどうですか、これ
本来わさびが薬味だっていうのがよくわかりますよ。これぞ薬味の美味しさ。これ丁寧にレモンとくっつけてくれてますから、こうやって食べるのもありなんですかね。ちょっと酸っぱいかな。もうやってみよう。ものは試しだ。ちょっと酸っぱかったですけど、だから複雑な表情で食べてたかもしれませんが、その代わりホタテの身が随分引き締まったような、そんな味がしましたね。これ食べたらどうなるかな。お、美味しいな、これ。さあ次はね、油物、アナゴとナスの揚げ出し、銀杏、レンコンチップ、みぞれあんかけ。あ、なるほど、丁寧ですね。よく見たらみぞれあんがかかってるわ。ってことはこのまま食べればいいんだな。さっき作ってたレンコンチップですね、これがね。おう、出来たて肉厚ポテトチップスのレンコンバージョンみたいな感じ。アナゴもうまそうだな。絶対美味しいと思うんですよね。うん、感想を言う必要はないでしょ。なんか今度またすごい音がしてきたでしょ。今度これ、はい、これですよ。これさっき見せていただいたあのプレミアム信州牛というやつですが、ねえ、いい音なんか焼かれてるじゃないですか。これ下に石がありますけども、石焼きになってるわけですね。で、これをですね、今中がレアでして焼き加減を調整できる。ファミレスのココスでこういうのありましたけど、あれが超デラックスになったバージョンって感じだな。こちらにタレがございますんで。おー、これですよ。このまんま、じゃあなんか塩、この桃色の塩と、ちょっとバターもつけて食べますか。こういう食べ方でいいのかちょっとわかんないんですけど。よし。このままこんなに生で食べちゃっていいのか、すごいですね。もうほぼお刺身じゃないですか。カツオのたたきと大差ないんじゃないかと思うんですけど。うん、お、本当にカツオのたたきとそっくりだ。うん、おいしいですね、これ。これはうまいわ。これ多分肉もすごくいいやつだと思うんですけど、それだけじゃなくてここの加工技術もいいんだと思いますよ。これ下に何やら気になるものがありますね。これは何かの伏線だよな。食べ物に見えますけど、今食べるべき時ではないようです。もういきなりステーキかな。あそこはね、時間短縮のためにも当店はいきなり腹ペコレアがおすすめっていう風に書いてましたけど、僕もねレアが一番美味しいんじゃないかという気はするんですが、せっかくだからいろんな焼き方を試してみたいですね。表面だけ炙ったって感じだな。でポン酢もありますんで、いろいろつけて食べよう。絶対美味しいですよ、これも。またおぉ、バターに合うわ。ポン酢とバターとかすぐ考えないですかね。チューインガムの要領で美味しさを吸い取るようにして食べようと思うんですけど、皆さんこのレビューを聞いて美味しそうだと思います。まあ思ってくれると思うんですけど、真ん中だけちょっとくぼんでるみたいなんで、ここにバターを落としていっぱい溶かすじゃないですか。で揚げるようにしてやったらなんか美味しくならんですかね。僕は料理の素人ですけど。これで塩つけて食べるんですけど、うんうんうん、バターの香りが口の中に柔らかく広がって美味しいです。多分これどういう食べ方してもうまいやつだと思うんですけどね。これやたら柔らかくて美味しいなと思ったらね、これフィレ肉だったんですよ。フィレ肉ってあの高いじゃないですか。僕寝台特急の食堂車ぐらいしか食べないんですけど、それ以外のところでまあ出ることはあると思うんですが、こんな分厚いやつずらーっとここにもうなくなっちゃったんですけど、連ねて贅沢なことですよ。これ最後にこれでもう一回バターを絡めとってこれで食べよう。ご飯できたんですよ。長野県産コシヒカリ釜飯って書いてある。これ炊けたんですよ。でよそってもらったんですけど、すごいね、これこんなカニじゃないですか。カニが入ってんならカニが入ってるって書けばいいと思うんですけど、コシヒカリしかないような、この謙虚さですよ。それからこれはあの最後のですね、お食事、まあ、あとはあのデザートとお漬物ということなんですが、シラスとオリーブオイルのやつに、これはキュウリだけど、これは面白いけどどうなってんのかな。できなくはないのか。あ、違う、普通にやるだ。これ下手すると取れちゃうわ。このままうまくいきましょう。知恵の輪みたいな感じだった。
バーニャカウダソースって話でしたけど、なるほど、イタリア料理の味がするわ。これも美味しそうですね。こういう食べ方でいいのかな。なんか普通のオリーブオイルと違うんですけど、これあれか、エクストラバージンオイルみたいなやつか。匂いが爽やかだったわ、びっくりした。こういうやつつけて味わいましょうね。これもチーズスティックとかやから、ただチーズを巻いたやつだろうと思ったら、中にもぎっちり入ってます。中はもちもちで、外はサクサクってやつですよ。テンポよくご飯に出てきまして、今ほとんど食べ終わったところ、そろそろ来てくれるんじゃないかな。あとはね、デザートですよ。でしたらちょうど本当に今ね、お皿を下げて、多分デザートを持ってきてくれるんじゃないかなと思うんですけど、ブドウのクラッシュゼリー、シャインマスカット、ミニモンブラン、ラフランスシャーベット、めっちゃ豪華じゃないですか。デザートなんかこんな4種類もあるんですか。来ました、これだ。美味しそうなゼリーだ。これは間違いなく手作りだ。まあ手作りに決まってるんですけど、柔らかくて美味しい手作りゼリーだ。そしてこちらは最近流行りのシャインマスカット。これは皮ごと食べるのが美味しいブドウです。めちゃくちゃ甘いですね。ゼリーも普通に甘いんですけど、それが霞むぐらい甘いな。これはあれですね、トースト、トーストの上にジャム塗ったみたいな、そんな甘さだな、感覚として。こっちはモンブランなんですけど、モンブランについてるこれは何だ。これラフランスだ。とこれがモンブランだ。これは栗だろ。あ、栗が入ってるわ。本当に別になんかお世辞とか YouTube 用に言ってるとかじゃなくて、全部素晴らしい料理でしたよ。このラフランスのアイスもね、あのラフランスそのものを食ってるような食感と味ですよ。これを口の中に入れるじゃないですか。そうすると、ほら、アイスがね、ぬるぬるするんですよ。わかるでしょ、こういう感じですよ。これラフランスの、ラフランスが凍った状態みたいな感じ。じゃあ帰りましょうね。これで終わったらまた隅々まで拭くんですね。しばらくゴロゴロしてから、この後ね、貸し切り風呂の予約もしてあるんですよ。それも行きましょうね。僕一人しかいないからね、本当にゴロゴロしたために一旦これ立ち上がってビデオ消さないといけないんですけど。さて、そして貸し切りの時間になりました。右側、これがですね、男性用の風呂で、さっき行った方なわけですけど、こっちに女性風呂があるじゃないですか、椿姫で。これそのまま行けばいいらしいんですけど、なんかすごい心配になるんですけど、ちゃんとね、こっちに貸し切り露天風呂って書いてありまして、この先でさらに正式な分岐があるらしいんですね。あ、なるほど、あるわ。なんか問題に入ってる気分だな。この右側がなんか女性用のところらしいんですけど、貸し切り露天風呂はここか。寒いかな。あ、そう、開くわけない、鍵があるんだからね。これで開ける。お、すごい、貸し切り露天風呂はちゃんとここに風呂があって、脱衣所は暖かくなってるわ。これすごいじゃないですか。結構貸し切り風呂って簡素な作りのところが多いんですけど、こんな上等なところがあるのか。頼もしい。エアコンですよ、エアコン、暖房バンバン出してます。気温 23.8 度もありますよ。じゃあ足元はさすがに少し冷たいんですけどね。さすがに夜なんで寒いけど、いいお湯ですよこれ。普通にいいじゃないですかこれ。やっぱ貸し切りってなんか小規模だったりとかね、メインの風呂と比べるとどうしてもその勢いが落ちるみたいなのが多いんですけど、全然そんなことないよ、2つもあるし。ああ、さっきよりちょっと厚めですね。街に火の用心の音が
響いて、あ、いいですね、冬って感じがするね。温泉は冬がいいっていうのはね、露天風呂にこういう風に最初入りに行くときは本当にそうかねと思うんですけど、入ってしばらくして体が温まってくると、あ、確かに温泉は冬がいいわと思うんですよね、これはね。不思議なことかと思ったけど、喉元すぎれば暑さ忘れるっていうからな。2つありますんでね、こっち暗いな、こんな感じですかね。ああ。お湯が透明なんですよ。湯田中は単純温泉で、あの、特に濁りとかもないんですけど、だから明るすぎても動画を撮るのに支障があるな。そしてですね、実はさっきお風呂へ入る前に冷蔵庫うんぬんとか書いてある表記があって、ね、何だと思ったら冷蔵庫の中の水はタダで飲めますって書いてある水なんですよ。これこれ入れると温まっちゃうと思うんですけどね、まあ、一瞬でまた冷たく冷え冷えしてきましたが、新品のミネラルウォーターだな。これタダで飲めるんですね。これだけで何の水か特定できる人います？多分550系のやつだと思うんですけど、まあ、イロハスじゃないし、富士山のバナジウム天然水とかですかね。ライトが落ちちゃった。落ちたのがこっちでよかったよ。逆だったら一巻の終わりだったかもしれない。そのお水というのはこういう感じで入ってたんですが、他にこれはね、有料のはずです。ワインみたいなのもありますけど、まあ僕はワインはまだいいかな。こっちが女湯で、おお、すごいふかふかの畳だ。こんなふかふかだったか。寝る前に歯を磨いたんですよ、あそこの椅子に座って。そしたら気づかなかったんですけど、さっきトイレじゃない、風呂を出発するときにここのバスタオルを持ってったんですが、気づかないうちに補充してくれてたんですね。旅館だったらね、あの部屋に布団敷きに来るってことがありますから、そういうのしてくれる場合あるんですけど、ここは洋室だから、まあ、布団敷きとかはないしなと思ってたら、なるほど、そういうふうに補充だけしてくれるってサービスがあったか。2つある、どっちがいいかな。こっちにしようかな。こっちよりなんかあの寝相が悪くて落っこちる確率が少なそうですしね。これも全部いけばなだ。じゃあ明日は志賀高原の山の上の方へ行ってみることになりました。皆さんもぜひ参考にされてください。おやすみなさい。さあおはようございます。すごいですよ、今日の天気はもうこんなですから。ここまで変わるか。朝になったらまた山の景色とか撮ろうかなとかね、昨日もいろいろ思ったんですけど、逆に昨日の夜のうちにじっくり撮っておいてよかった。昨日と同じ部屋にまた通していただきました。朝ごはんです。朝ごはんは和食と洋食があるって言われてね、洋食があるのかと、珍しいから洋食を頼みました。でも旅館っぽくお献立って書いてあるのがまたこれ面白いですね。海外からの方とかも来るからね、洋食あると喜ぶって人もいるんじゃないですか。このナイフとフォークがありますよ。さらにこれがまた置いてあるのがすごいね。これこう入れて好きな焼き加減できるんだな。でこれなんですけど、これね、なんかもともとこういう風にかぶさってたんですよ。でそれをなんかこれサラダでございます。でこれあの回収してくれそうになったんですけど、ちょっと動画撮れて置いといてもらっていいですかって置いといてもらいました。これ Google のやつなんですけど、この天気予報ではね、湯田中はこの快晴みたいなのの予報なんですよ。全然違うじゃない。気温は多分合ってそうですけどね。じゃあ町内で取れたリンゴジュース、これも来ましたんで、よし食べよう。これあれだろうな、結構でかい入れ物に入ってる高いやつだろうな。 JR 東日本の駅構内で売ってるリンゴジュースあるじゃないですか。あれも美味しいんですけど、あれのね 1.5 倍ぐらい美味しい。多分香りが強いんだろうね。 Google の天気予報ってあんま当てにならないんですけど、割と当たるらしい。ウェザーニュースでもね、この晴れ予報だったんで、これ聞いたんですよ。そしたらね、まあなんか霧については時間が経てば晴れますよって宿の方が教えてくださいました。さあ届きました。これ洋食のプレートです。普通に洋食だね。しかも立派なソーセージだ。ドイツ行ったみたいですね。昨日清風荘のね、大関さんがおっしゃってたんですけど、あのここの宿のですね、多分社長なんだと思うんですけど、社長はこれ料理長さんが分かんないですけど、あのなんかすごいグルメな方らしくて、それで料理もめちゃめちゃおしゃれで凝ってる。それがここの売りの一つだと、そんなふうにおっしゃってましたね。それパンを1個焼いたんですけど、ぼーっとしてたら焼きすぎちゃったわ。2分ぐらい焼いたつもりだったんですけどどうかな、あんま変わってない。いや、さっきよりはマシになったかな。さっきの映像はこんな感じでしたんで、多分ちょっと変わってきたわ。そしてね、これ見てください。あんな遠くの山まで、お山まで見えるようになっちゃって、あれはどこのお山かな。
こっちが飯綱山。確かあの辺で昔土具を食べて、なんか食べられる土があるとか、そういうことも聞きましたね。それからこれは、これがね、黒姫です、黒姫。これは、北陸新幹線か？結構電車いっぱい見えるんですね、ここは。多分さっきのも新幹線だと思うんですよ。新聞ですね。結構大きなニュースがいっぱい載ってるじゃないですか。一面コロナ増加傾向強まる。ちょっと多くなってんな。でもまあこういう旅館に来るんだったらなんかそんな問題じゃないんじゃないかって今僕はそんな気がするんですけどね。あのね、どっちかっていうとなんかもう飲食店とかでもうめっちゃ密になって人がぎっちりみたいなところがあって、そこで賑やかにみんなあはははは、うわーみたいな感じの飲食店とかあるんですよ。そういうとこに比べもうめちゃめちゃ安全なんで、まあこういう旅行とかは僕はいいと思いますよ。皆さん、うん、そう思う。あの GoTo とかのせいで増えてるんじゃないと思うってことがね、どっかここにもね書いてありました。おお、来た来た来た。本当にやっぱ北陸新幹線だったんだ、これは。新幹線が走ってるの見えますね。へえ。こういう景色見ると長野っていいとこだなって思いますよ。消えていきました。あれはちなみに飯山駅を出発して長野駅へ向かう新幹線白鷹号だったそうです。あのね、僕大事なことやるの忘れて、まだチェックインしてなかったんですよ。これあの感染対策のために部屋でチェックインをするということができるようになってるんですけど、それやるの忘れてた。大変ですよ。もう法律であの情報をね、宿泊者情報を提供しなきゃいけないってことになってるから。これですね。あ、でこれに入れればいいんだ、宿泊日は昨日ですね。で名前、郵便番号、住所、部屋番号は409だ。チェックインが済んだんで、じゃあ続いてチェックアウトをしましょうね。いい景色だった。チェックアウト11時ですんで、それより早く出発する人が多いわけですが、これあれですね、多分掃除が終わって今オゾンでなんかやってる、そういう部屋なんじゃないですか。だから壁に時間のメモかなんかがあるんだ。時間の管理がすごく大事なはずですから。ちょうどお掃除の方がいらしたんですけど、やっぱりねオゾンの作業中だったみたいですよ。そしてお礼を申し上げてチェックアウトしまして、この後ですね、動画冒頭でも皆さんに紹介しました、その清風荘の大関さんにあのなんと車を出していただいて、最後にこの辺り周辺の名所を皆さんにブラッとご案内いたします。お湯の量が本当に豊富なんだなってのが分かります。至る所から湯煙です。リンゴ畑の中を抜けてきました。去年はいろいろ大雨が降って大変なことがありましたけれど、今年はご覧の通り美味しそうに実ってますね。眺めるには一番いい時期に来ました。ここに大きな観音様が、これもね東洋一の大きさらしいんですが、またさらにここから脇道で登っていくところがあります。子供たちが今ね階段を一気に上がっているところ、上がってきた。ここが弥勒菩薩のおられるところと書いてあるんですけども、これですね、猿がいたずらをするので扉を閉めてあります。右の扉を開けてご参拝ください。猿はこんな扉も開けられるのか。所詮猿ですね。おお、あ、こういう風に開くのか。この弥勒菩薩が湯田中の町の守り神ということになっています。でこれ上半身しか出てなくて、下半身はというと地中に埋まっているわけですが、このようにすることで地震を収めてくれてるんだそうです。いたずらをするのは猿もそうですが、熊ですね、怖いのは。猿はまあ邪魔だな、あいつなんかやりやがったぐらいでまだ進むのかもしれないですけど、その対策のために今では国から補助金も出て、これですね、危険と書いてある電流を流す柵が設置されています。熊が結構いるそうですよ。さっき見えた観音様はこちらです。すごい大きさですが、現在でも東洋一とされておりまして、戦前にもですね、まあ、外国にこういうのがありませんので、あんまりねあのアジア以外にないので、世界一というふうになっていたそうです。下の台座、これが戦前のもので、上は戦後のもの。よく聞く話ですけれど、戦時中に金属の供出ということで一度供出されたものを戦後に復興させたんだそうです。これすごいですね。右側は戦前の写真か。これ書いてありますよ。昭和
2013年ですね、これね。あと数年したら多分供出されてしまうという頃だと思いますが、今よりもさらになんか随分規模が大きいみたいだな。ここユダナカはタイからですねお越しになったの住まわれるという方がすごい多いんだそうでして、これタイから持ってきたものをここに寄贈されたりってことですね。いろいろあるんですけど、奥にもあるんですけど、はい、びっくりしたのはねこれなんですけども、あのよいしょ、これタイのお経だそうです。これで終わりなのかなと思ったらですね、すごい大きいところ、健康延命ボケ防止の輪、これをね通るとなんか気分がちょっと変わる気がするんですけども、これですね、このさっきの台座、この戦前に作られた台座、ここから観音様の中になるんですが、中もこんなに大きいとは、すごいねこれ。で西国の33観音全部ここに揃ってると。どれどれ、那智青岩当時、懐かしいですね、最長往復切符の旅で行きましたよ。君寺金剛法寺、最長往復切符の旅で行きましたね、懐かしい。あ、小川は通っただけでまだ立ち寄ってないな、まだまだ僕も行ってないところがいっぱいあるようです。この間まだ朝早すぎてね空いてなかったですけど、これは六波羅蜜寺の観音様か。あの、もともとここは六波羅探題でして、そういう場所ですね。多分僕の動画でね一番目立ったのはこの君寺の仏像さんかな。あの、よかったら見てみてください。あの、最長往復切符の旅でこれ出てますから、すごい大きな仏像さんだと思いますよこれ。じゃあここからはねサンダルに履き替えるわけなんですけども、この大きさでいいな。はい、台座にゆっくり登る。あ、こうなってるんですね。さらにここは珍しくですね、お寺ってあんま金つくことができないんですけど、あの100円納めしてね叩かせていただけるそうです。多分何回も叩いちゃいけないので1回だな。ちなみに僕やったのは初めてです。なかなかできない経験ですよ。すいません、山から降りてきてね、わかるかな、こういういい感じの煙突のある建物があったんですが、ここは味噌屋さん、味噌屋さんというか、まあ、売ってるのもそうだし、ここで作ってるそうですし、昨晩ちゃんと紹介しましたかね、あの最後釜飯を食べるところで、あの味噌漬けとかをいっぱい出していただいたんですけど、それからあのいただいた味噌汁とかの味噌もですね、基本的にこの辺りの旅館ではここで作られたものが多いんだそうです。夕飯の源ですよ。熟成室って書いてあって、これでここで作るのかなと思ったらですね、もちろんここで作れるんですけども、いつもこれを使うわけではないそうです。ちょっとじゃあ開けちゃっていいですか。失礼します。あのこれはなんか暖房をかけて中の温度を高めることでってことですね。で、あの味噌はね、あの要はあれ菌のあの活動によってできるわけですけども、あのそれをこ、ね、高速であの働かせることで味噌を高速で作るための場所らしいんですが、基本天然醸造だそうで、あの暖房とかを使って作るわけではないと。だから使うことも少ないのだそうです。気温は今14度ですね、暖房かけてないから。ここの味噌は通の人が全国から買い求めるほどですね、あのすごい人気があるんだそうでして、昔はあの温泉の熱を使ってそれであの発酵を促進したりとか、そういうこともしてたそうですよ。それは僕は運転免許とか全く持ってないわけですが、あの大関さんに志賀高原のドライブがしたいんですけどと言ってですね、今あのこんな風に山の上の方まで連れてきていただいているわけですが、多分下る時の景色が素晴らしいと思うから、またちょっと後で期待してくださいね。あの僕も一回ねバスでまたここの旅やってみたいなと思ってるんですけど、滋賀草津高原ルートって、あの長野県の湯田中と草津温泉方面、白根山の方面へ抜けていく国道です。
上がってきて志賀高原のバスターミナルに着きました。いや私的にあの湯田中あたりから志賀高原っていうのかと思ったけど全然高度あの高さも違いますね。ここが湯田中です。直線距離でもまあまあ離れてますがもう高さで言ったら相当比べ物にならないぐらいじゃないですか。さっきよりも風が冷たいですからね。11月の12日ですけどももう雪ですよ。なんなら凍ってるんじゃないかな。まあまだ凍ってないですね。大丈夫ですねだと思うんだけど心配だな。遠くに北アルプスの眺めがずらーっと並びますよ。さっきはこの右側ぐらいしか見えてなかったんですがここからは全部です。どれがなんとかっていうのはね僕は実は あまり詳しくないんですけど富山県方面がこっち立山連峰ですね。この辺がね立山でこっちが新潟県方面、まあ、妙高とかそこら辺かと思います。素晴らしい眺めですよ本当に。長野に来たらもういろんな場所でいろんな角度から山を見たいですね。山を見るたんびに幸せになります。さっきお部屋から見えたのがこの北進五角ですね。マダラオ、妙高、黒姫、戸隠、飯綱、これ右からマミクトイというふうに読んでね覚えるらしいんですがこの辺がそうですね。この辺この白馬岳とかオリンピックで行ったら僕も雪は大してないのにね人工雪のところでねここで夜行列車でスキーしたことあります。まあ、どうでもいい話。あそれはこっちかそれはこっちですとかあとは、まあ、これやっぱそうねあの辺が立山連峰っていうのはどうも当たっていたようですね。あこれですね。さてそれではさっき登ってきた道を今から皆さんに下りながらですね楽しんでいただくとこの方が光の関係で良かったわけですが、素晴らしい景色ですよこれ本当に。ここなんか景色良さそうだな。あいいわ。ここ下の町のところまで見えてますよ。あの下の裏の山のあの辺の裏が中野市とかですかね。この辺り上の方まで来ますともうすでに紅葉は終わっていますが一足か二足くらい早い冬の景色を楽しむことができて、いや東京から来た身としてはねすごい楽しいですよ。車を止めていただいてちょっと高いところに登ってきました。よく見えますね。この山の裏が信州中の手前が湯田中、さっき言ったところでございます。新幹線とかもさっき見えたんですけどこれが新幹線だな。まあ今すぐ都合よくは来ないでしょうね。ここの見どころが滝でございます。立派な滝だわ。これは相当大きいですよ。音の激しさも聞いてみてください。距離がありますけど我がビデオカメラで映せばまさに水墨画の景色ですね。素晴らしい滝ですね本当に。ちょっと今光の当たる時間じゃないから午後の方が明るく見えるのかなと最初思ったんですけど逆にこういう白黒的な見え方もいいと思いますわ。こんな炭焼き小屋がありまして今は焼いてないみたいですけどこの辺りの、ね、山ではもう江戸時代ぐらいからこの木を切ってそれで炭にするってことをやってたみたいです。険しい峠道ですけれど歴史はまあそれなりにあるんですよね。その炭の元となる木はほらあそこに積んでありますよ。あそこからここへ持ってくるだけだって大変だと思いますけどこういうループではないんですけれどもループみたいなですねくねくね大変な道があってですね、まあ、この先にはループもあるんですけど、ね、こういうカーナビですからこんな感じでこの山の斜面に沿ってすごい道ですよ。もうこれもずっとまっすぐ行ったと思ったらまた折り返してくるっていうんだから。ただ別に道が長くても景色がいいですからね。さあそしてですねこれがループ橋ですね。左のところ随分もう街が近くなってきましたよ。景色も変わってですねずっとひたすら右へぐるぐるです。ちなみにここのところ長野オリンピックの時まではこういった走り方ではなかったんだそうで古いルートは現在廃道になっているそうです。どれがそうなのかちょっとパッと見ただけでは分かんなかったけど前に長野市の飯綱山の方にもね
こういう風なぐるっとループのやつができましたよって話をしましたが、相当オリンピックがこの辺りにいろいろ影響を及ぼしたんですね。ちょっとカバヤシ寄ってみましょう。はい、ありがとうございます。紅葉が多分 こんな感じ、ね、この辺が一番いいですね。ずいぶん降りてきましたね。やれ声のちょうど入り口の方に湯田中は向こうです。そしてここ右に入りますと神林温泉、もう少し行けば歩いてですけれども、あのお猿の温泉があるところです。それはこの間紹介しましたけど、これですね、地獄谷温泉。猿を見たい人はここから登って行かれればいいわけですが、猿見ないにしてもいいですよ。これこの綺麗な紅葉です。素晴らしいじゃないですか。本当に綺麗だな。左手、これが長野電鉄の高級ホテルですね。結構歴史あるんですよね、ここも確か、ね、はい、長野電鉄はもうスキー場も作りましたし、これは素晴らしいわ。なかなかもみじ狩りらしいもみじ狩りが今までできてなくてですね、毎年秋になるたんびにもみじ狩りしたいなと思ってたんですけど、まさか今年こんなに素晴らしいのができるとはね。上もいいけど下も素晴らしいわ。この天気、朝のあの霧に包まれている状態からでは全く考えられないですが、実は椿野の社長がおっしゃってたんですけど、あれぐらい濃い霧が出ているとその日は本当によく晴れるんだそうです。お待たせいたしました。ご乗車ありがとうございます。この列車は特急湯煙長野からはそのまま北陸新幹線に乗ってまっすぐ東京まで帰ります。だいたいいつも旅行するときは行きと帰りでルートを違うようにしてるんですけども、まあ、今回は珍しく単純往復、帰りは新幹線に座ってぼんやりと帰るのもいいかもしれません。向こうを見ると結構高い山がありますけど、多分八ヶ岳か南アルプスかなんかですよね。北陸新幹線からも見えるんですね。薄い峠を越えて、いや長野から東京まで今日は全部晴れてましたね。こういう素晴らしい天気が一番です。薄い峠を下ってもずっと今日の天気は良かったですね。長野から東京までひたすら晴れ続き、いやこういう旅行はもう素晴らしい。天気に恵まれることほど幸せなことは旅行ではありません。東京までまっすぐすぐに帰りました。帰りの新幹線は輝き号だったと思います。グランクラスに乗ってまっすぐ一発で帰ってきました。どうも今回もご視聴いただきありがとうございました。